ちゃ怖がるんですよ、この子。あ、でもね、この好みになってみると払うこともないですけどね。ちょっと袋持っててもらっていいですか。465また増えました、うんですね、どんどん増えてきましたね。ちょっと増えすぎだよね、これ465。増えすぎです。なんだろう、この間だって、ついこの間ですね。そうそう、一週間ぐらい前ですよね。そうなんですよ。413原稿チェック表明してください。お家で測ってどうでした。私まだ測れてなくて。まだ測ってない。はい、ごめんなさい。 いいですよ。だからこの間これですもんね。はい、で今日が10日で、こう、465なんてことだ。で、1日何グラム食べてるんですか。大さじ2杯大さじ2杯っていうのは何グラムなんだろうね。何グラムでしょうね。これなんですけどね。あ、これ、はい、あ、モンテメーダー、これが大さじ2杯。あ、いや、違います。これは、あの、量じゃないです。その、食べてる、あ、中身ね、種類だけ、ね、はい、と もっと多いですね。ほんと、はい、全然多いです。ほんでさ、まあ、袋ごとで測ると何グラム？ほんで4グラム。はい。これの3倍ぐらいあります。3倍ぐらいあります。4倍とかあると思います。4倍って言ったら16ですよ。四四16。うん、大さじ。これで大さじ1杯いかないと思うんで。あ、そう。そしたら大さじ2杯だったら8グラムか9グラム。それを1日2回。まあそうですね、2回多いっすね。 8g の2回って16じゃないですか、はい、でその中に毎回これ入ってるの、乾燥ミルワーム。ミルワームは、毎回じゃなくて、1日に5匹あげてます。ミルワームが5匹ね。そうね、絶対太ってますね。ってるんですね、これね、リンがめちゃくちゃ多いから、サワームは。はい。そんなにあげちゃダメ。もっとやらないんだよ。1個でいいんですか。1個です。はい、大好きだと思うけど。大好き。うん、大好きだと思うんですけど。はい、今うんちしてる。あ、ちょうどうんちしてるとか見えてますけど。おで最後の方につくんでしょ。はい。いや、ちょうどいいんですけど。お、終わり、あの血液でつい血液上のがつくのってさ、そう、先っちょの終わりの方、はい、そうですよね。先端の方じゃないですよね。どっちが先端かちょっとわからないですけど、真ん中じゃないです。真ん中じゃないよね。今その先端にはついてなさそうだから、はい、このここなので。そうですよね、はい、あれでも、あ、おしっこもしちゃった。ちょっと待って、すいません。いいですよ。すいません。こちらにそうするとよく見える、うんちも怖いから。でもいっぱい食べてるからいっぱい出るんですよ、うんちが。めちゃくちゃうんち出るんですよ。だからさ、それ食べてるからちょっと重い。重いんですね。あ、これはでもどっちなんだろう。これにはついてないね。こっち側だって最後の子だもんね。はい、ついてないですね。ついてないです。見た目でちょっとわかるので、うん、ついてないですね。この子ってさ、ふやかしたのも硬いのも両方食べるんですよ。ふやかしてる。ふやかしてます。全部ふやかしてる。はい。はい。ちょっとおかけください。はい。ちょっと便検査はちょっと時間ください。ちょっと他の検査がいっぱい詰まってるんで。はい。だけどちょっとお薬出しますから、消化器の機能と止血剤を。切っちゃってる可能性があるってことですよね、うん、それとは、あの、なんていうの、大腸のポリープとかね、こんな若いと、うん、若くてもなるかなるかもしれないんですけど、まあだからちょっと胃腸の機能を高める薬と止血剤と、はい、ちょっとプロバイオティクスとかをちょっと用意しますんで、ね、ご飯に混ぜるんですか。そうです。ふやかしたご飯に混ぜて食べさせる。それが無理だったら溶かして
直接飲ませなきゃ、それはなかなか難しいです。食べてるからなんですね、これ。ちょっとさ、一回さ、水飲むのやめましょう。はい、ゼロで。で、こっちだけにしますね。はい、で、大体さ、10g ぐらい食べればいいんですよ。不安でしょうね。だけど、今までがさ、もし本当に16食べてるんだったら、それをいきなり10にするのはちょっとかわいそうだから、1g 減らして、もし16食べてるんだったら15にしてください。はい、要は5から10% ぐらいです、減らしてもいいのって。はい、僕らでもそうじゃないですか。そんなに半分にされたらショックでかいですよね。だから、はい、5から10% ずつちょっと減らしてみてもらっていいですか。はい、2、3日に1回減らすのは。毎日減らしたらダメだから。で、それでちょっと薬を。そうするとお腹空いてると多分食事の最初ってさ、すぐ食べると思うから、そこに薬混ぜれば余計食べてくれるかなと思って。またしちゃった。またしちゃいました。こんなにすぐ。でも効いててない。効いてないですね。まあ、だから出るときと出てない、何回も何回も出てると多分出ないんですよ。あ、そういうことですか。最初だっけ。そう、だから出るときに腸粘膜に、大腸の粘膜にへばりついてるやつが出てくる。で、立て続けに出たらそこに出てるから、しばらくは多分出てこないっていう可能性もありますよね。買ってくださいね。はい。体重どうですか。はい。一個この子、そうするとこの子の体重も測れるし、何グラムで何グラム食べてるかちょっと把握しとかないと、もうすでに肥満だもんね。はい、そうそう、はい。変形性脊椎症が多いからさ、この子たち2歳過ぎると。はい、あ、そうですか。そう。そうすると椎間板ヘルニアの症状出ちゃいますよ。あの体型で2歳過ぎてくると。わかりました。手開いた？はい。直接だけでいいからちょっと FT かけてくれんかな。ね、じゃあちょっと検便直接法だけ今やりますんで、はい、ちょっと待っててください。それから薬作らさせてください。はい、ここはちょっとお預かりしますね。はい、でこの子は一回またこっちに戻してもいいけど。こういうのさ食べないかな、この子。使ったことあります？あります。食べたことない？食べてないです。食べてないですか。はい、じゃあこれ入れておきますね。便検査の直接法だけこの場で結果出せると思いますから、それだけちょっと結果見させてください。はい、それから薬処方させてください。それってなんか切れてるかどうかってことが、うん、鮮血反応も見れるし、はい、未消化反応も出るし、あと寄生虫、はい、その辺をちょっと見たいと思います、ね。お願いします。はい、すいません。じゃあちょっと待っててください。すいません。